私とご飯と友達。皆さんこんばんは。夜の時間になりました。あったのよしっかり私の家の今日の夜ご飯は唐揚げです。唐揚げの材料を取りに私の友達が朝農場へ行きました。友達が鶏を捕まえようとすると鶏が逃げます。そして友達も負けずに鶏を追いかけました。すごい鶏は逃げてます。結果友達が勝ちました。すごいですね。友達は嬉しくなり興奮し始めました。そして家に着き鶏から卵が生まれたのです。お、これはすごい。私はすごいと思い、唐揚げを食べずに夢中で卵の写真を連続で撮りました。いや、すごい、卵だ、卵だ。こうしてまた新しい命がこの地球に一つ芽生えたのです。